はい、おはようございます。しんのすけでございます。さあ、やってまいりました。今日並びが150人で、相変わらずもう後ろの方です。98番ということで、ものすごくテンションがだだ下がりなんですけれども、テンションがだだ下がっている理由がもう一つありますね。はい、こちら見てください。もうスタッフ、クルーが僕とカメラマン以外に3人ついてるという。僕一人ですよ、で出役は。なのに5人体制でこの収録に臨む、この大掛かりな感じ。 YouTube ですよ。あ、 YouTube じゃないですかこれ。え、 YouTube ですよね。もうこんなのはもうちょっと、もう150人のお客さんのもうあれを一心に集めてる感じですわ今。でじゃあ1番で入るかというと、そうじゃなくてね、もう後ろの方で今回も番長3は打てないというところで、ちょっとテンションがね、申し訳なく下がってるんですけども、ただ勝ちますんで、相変わらず前回も勝ったでしょ。あのビシッと勝ちますん で、一応狙い台を言ってった方がいいと思いますんで、狙い台を言いますけれども、聖夜、あとは絆ですね。絆がね、僕前回ね、8月に来た時全6っぽかったんですよ。聖夜狙って、絆狙って、ダメならゴーエモン、できれば正宗打ちたいんだけど、この辺もゴーエモン正宗あたりも前回バチンと埋まってたんで、多分取れないんですよ。まあただそういう流れでちょっと入店したら動いてみたいと思いますんで、はい、いう感じです。新内よろしくお願いします。ちょ、どうする、どうする、どう思う、みんなどう思うよ。前回絆が全6でした。20代騎士は全6になります。でちょうど番長220代です。これ臭くない、今回臭くない。じゃあ6じゃないって分かった瞬間にもうやめるルールで、どうどう、それでいい。じゃあ聖夜見て埋まってたらすぐさま番長2に移動してっていう流れでいきましょうか、ね、これ完璧じゃないですか。ちょ、聖夜の場所は、よし、聖夜行こう。はい、聖夜覚醒の方が取れましたんでですね、聖夜覚醒打っていきたいと思います。まあ、第一候補が空いてましたね。ちなみに番長3は空いてございませんでした。よし、おそらく新内では2年前ぐらいに、当時のキングオブキングス高槻店というところで収録した時に、打ったんですけれども、その時はほぼ初打ちという状況で、そういった中で戦術センスを引きましたね。はい、戦術センスを引きました。ちょっとこれやばいっすね。打ち始めてコスモチャージ広角に出てないですよ、この雰囲気。まあ打ってる人は分かると思いますけど、だいたいセイヤリセットかかってるときはコスモチャージ広角からスタートしますので、で今13点回して、その挙動が全くなかったんですね。全くなかった。まあもちろん速攻で落ちた場合は、まあその限りじゃないと思うんですけど、だいたい朝からセイヤ打って、ちょっと煽りがないってことはね、経験上ないんですよね。ちょっとものすごい気になったんで今調べたんですけれども、 50% ですね。リセットした時にコスモチャージ広角に行く割合はおおむね 50%。 まだこの状況じゃリセットだか強気だかっていうのは分かんない。だから100ゲーム単位の前兆でしょうね。前兆があるかないかっていうところでちょっと判断していきたいなっていう。ちょっと今60ゲーム回してるんですけども、設定差のあるところの
学者一回も出てないです。もうやばいです。もうやばいです。もうやばい、もうやばい。どうやら激戦になりそうですね。で、毎回言うことなんですけど、既存の機種、今あるパチスロの中で朝一全台リセットっていう条件下で打つんであれば、どれが一番甘いか設定不問でね。一つは天井性能がすげー凱旋で、あとはこの聖夜。外線はまあ天井 50% で 80% ループ持ってくるっていうところがすごい。であと天井が短縮されるというのが強いんですけど、せいやは3線突破型で、その3線突破のレベル GB レベルがリセットされた時に優遇されやすいっていうところがやっぱうまみですよね。来ました。若干遅くはないかい、115からスタートして。135ゲームぐらいだったらまあリセットって考えていいけど、まあ、大丈夫ですね。これ132ゲーム目なんで、まあ、リセットした時のあれですね。あ、よかった。とりあえずほっと一息。はい、150ゲーム。ちょっとこの台過去最低の冷却出現率ですね。150ゲームで弱チェなし、追加1回、やばくない？これ相当やばいよね。うん、過去最低を記録してますね。あんまりその天井狙いとかって思わないんだけど、もうこの挙動見せられちゃったらもう、あ、おお、弱チェ214。この挙動見せられちゃったらさすがに、ああ1000まで行くなって思っちゃうよね。お、ワンチャンだ。これワンチャンあるよ。333ゲーム目。あー、惜しいね。まあその因果関係は証明できないですけれども、同じ外れるにせよ、ちょっと珍しいパターンで外れるのと、まあいつも通りの外れパターンで外れるのでは、やっぱりちょっと珍しいので外れた方が、まあ結果論としてその日の結果は悪くなかったりすることは僕多いんですね、何十年と打ってきて。なのでまあちょっと気分は悪くなかったですね、今はね。あんなの出ないで負けんじゃん、大体あの演出。お、まあまあ中はあるね、腹痛。ラッキーラッキー。これは腹痛解放まで頑張っちゃおうかなね。お、お、いいよね。まだ当たるとは到底思えないんだが、ここでちょっと、あ、お、ワンチャンあるね、ワンチャンあるね、ワンチャンあるよ。おい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 、34、次35ゲーム目。これはちょっとたぎるよね。なんかあんじゃねえか今日。え、相変わらず弱者は2回なんだけどな、もう550ゲーム回しててな、そんなことある？まあまあひどいよ。やりました、644ゲームで3回目の弱者リーです。やりました。はい、
3回目の弱視で降格移行しましたけれども、ここ設定差ありましたよね。ちょっと編集できてるカメラマンさんに聞いてみましょう。この台どうですか、ありますか。ない、ね、ものすごい勢いで首を横にブルブルしてましたけど ね、 さあね、もう間もなく700ゲームなんですけれども、だいたい1時間ですよね、打ち始めて。でここでサラリーマン番長2の状況を見に行きましょうか。20台中モードへ天井行ってる台が1時間経ったところで3台しかない。これはベース高いねっていう見方をしていいと思います。これがもう全力とかじゃなくて普通に、そうだね、5台に1台高設定みたいな状況だと20台やったら4台でしょ。ってことはもう10台以上、まあ、10台近くモードへ天井行っちゃうような挙動になるんですよ。20分の10で今20分の3だったじゃない。これは俺失敗したかもしれないね。失敗したでしょこれ。どう、サンキュー。はい、投資28本、999ゲーム天井と。結局仮に GB レベル一番下で 50% 勝率っていうところでも 50%×3、 50%×50%×50%、 実質 12.5%、 分数直すと8分の1ってとこさ引ければいいっていう話なんで。さあ誰だ、うわー普通 60% でお願い、ダメだー、したらもうマイゲーム強チェ狙い。お前ちょっと弱気なこと言うなよ、せいや。あべだー、イエスナイス。おちょ、お前お前イエスカモン。パチスロはイメージするスポーツだからな。危ない、こりゃ今28本、これ5万かかりそうだな。さあよし、次当たる、次当たるよ、うん、よし、ナイスですよ。投資4万以内でなんとかなりそう。チェーンの年にない、もう一発勝負だね。はい、ご飯から戻ってきました。もう完全に満たされた状態でございます今。今僕が欲しいのはお布団ですね。さあゲームは954ゲームいよいよですね、いよいよ時間が、ご飯40分ぐらい出て1時40分、
打ち始めて綺麗に3時間だね。さあ勝負、ドラゴン紫龍。VS シュラ、研ぎ澄まされたエクスカリバー。バーカバーカ。はい、投資48,000円。いやー、ほんときつくないよ。全然これがね、全然きつくなかったりするんですよ。頭には来てますけどね、意外とね、こっからが聖夜じゃないですか。やっと始まったって感じ。一応クラッシュしとくか。ふぅー、やりふぅ、おっせぇ、おっせぇや。ふざけんなよな、マジでな。まあ僕の YouTube チャンネルなんかでも俺たちのせいやっていう専門番組やってるんですけれども、目指すべきところっていうのは大体やってる中で現場剣フリーズ、現場剣フリーズをやったことないんですよ。これをねちょっとやっぱやりたい。やってないのは現場剣フリーズとアテナフリーズからのあれですよね、あれをやったことがないぐらい。他はまあ大体やったと思うんで。それやっちゃったらボロボロクダクダになっちゃうよね。さあ行きましょう。高めから打つか。オッケー、レッツゴー。もう少し高めか。高めだな、オッケー。惜しいな。あー、中押し来た。やば、これはちょっと見たことないよ、俺見たことないよ、見たことないよ。よーダンケー、あ、やっぱクラッシュだな。神であるこのポセイドンの前で、これ恩恵をなんか他にある、これ恩恵他にある、千日確定とかあんなわけねえよな、なわけねえよな。
まあええわ、行くぞ。おい、なんで右ナビ出ねえんだよ。オッケー、いいよ。まあ十二分ですね。これがセイントセイヤです。さあ、あの頭揃いは何だろうね。見たことある？俺もないと。他でもない。あんなあんだね。見たことある？すごいね、やってみるもんだね。来た俺。